こんにちは。参議院議員の西田昌司です。今日は4月の19日です。実は昨日ですね、夕方に、参議院の方で、この田中直樹防衛大臣、それから、前田国土交通大臣に対してですね、問責決議が提出されました。で、本来ですと今日ですね、この本会議を開いて、その問責決議案をですね、本会議で可決すると。まあ、こういう運びになっていたんですが、まあ、今日はあいにくと申しましょうか、この園遊会が予定されていますので、まあ、国会の日程がですね、なかなか本会議を開くというところまで調整がつきませんでしたので、まあ、明日金曜日にですね、改めてこの本会議を開いて問責決議は可決されることになっています。で、そこで問題はですね、まあ、今日も、この事態について新聞やテレビなどの報道を見てました。NHK の報道一番ひどかったですね。で、この問責決議が可決される様子ということを街で聞きましたと。そうすると、まあ、このどっかのご婦人がですね、まあ、問責ばかりで政治が動かないのは良くないわね、なんてことをですね、まあ言ってるんですが、まあもちろん、こういう敵対的主だと言ってるけれども、実際は違うんじゃないかということをおっしゃる方ももちろん出てますけれども、最初に、そういう、問責に対してですね、疑問を感じているかの方が出てくるという、そういう編集の仕方をするのはですね、非常に私意図的だなと思うんです。と言いますのも、これは国会を見ている人なら誰もご存知ですけれども、田中直樹、防衛大臣がですね、まあ、適材適所どころか、全くこの防衛大臣としての、まあ、素養に欠ける能力に欠けていたというのはですね、誰が見ても明らかだったわけですね。で、特に、先日のあの北朝鮮の、ミサイル発射、まあ、これに対応する最高のこの責任者だったわけですけれども、これとてですね、全くまあこの官邸との間のやり取りを含めですね、本当に、報告を聞いていても本当に我々がもう信じられないというような対応ぶりでありました。まあ、これは田中大臣だけじゃなくて、まあ、官邸の一番の、この女房役である藤村官房長官自身もですね、自ら、この危機管理センターに降りていって指揮を取るというようなことも、まあ、一報を聞いてから、まあ、30分近く何もしてなかったということですから、つまり一報を聞いてですね、普通でしたら10分でも沖縄に飛んでくるわけですよ。で、今回はたまたま1分で、爆発して落ちたということでありますけれども、もしも本当の有事の時にはですね、こんなことやっていたら全く対応できないわけですね。まあ、こういう田中直樹大臣の問題、これはもうまさに今までですね、我々は参議院のいわゆるこの予算委員会の質疑があったから、まあ、これをですね、ずっと我慢して耐えてきたんですけれども、ようやくこれ出したんですが、当たり前ですよ。遅すぎぐらいのこの問責決議案提出だと思っています。それから前田武史国交大臣ですけれども、この方は非常に私は残念な思いなんですね。と言いますのは、予算委員長もされてましたから、私もよく存じております。非常に人格も温厚な方でありますし、もともと国交省の出身でありますから、この国交行政につきましては、まあ、プロフェッショナルであります。従いまして、民主党がやってきた、前原大臣の下でのですね、あのヤンマダムを、無理やり止めてしまうとかね、それから、いわゆるコンクリートから人ということで、近畿地方におきましても、この第二、名神高速道路、これはもう、今、第二東名が開通しましたけれども、新東名が開通しましたけれども、それをずっと繋いでですね、国土強靭化の、この複数の、国土軸を作っていく、もう大きな柱なんですが、これが前原大臣に止められましたけれども、これもですね、前田大臣の下で、もう一度これをやり直して作らなきゃならないと、まあ、こういう方向に、引っ張っていこうとされておられましたから、そのこと自体はですね、私は評価できる方だと思っていたんです。誤った政策を直していくということにおいて。ところが、まあ、今回前田国交大臣が問責を出された理由は、それとは関係なしに、まあ、先日行われた、ゲロの市長選挙なんですね。このゲロの市長選挙に、かつて、名古屋の愛知県の知事選挙に出られたですね、石田義弘さんという、まあ、この方も民主党の、この代議士をされていた方です。あの、小泉さんによく顔が似ているということで、人気があったそうですけれども、今度はどういうわけか、
その地元を離れて下呂市の市長選挙、岐阜県の方ですよね、そこに出ると。でそれ出られるのはいいんだけれども、その地元の民主党の山田良二さんという衆議院議員に頼まれてですね、国交大臣ぜひこの石田さんを推薦していただきたいと。でついてはこの推薦の依頼といいましょうか、その地元の観光協会とかですね、そういう団体に対してこの方を大臣自身が応援してますと、直筆のサインを書いて渡しますと、こういうことをやってしまったんですね。でこのその文書がそして出てきたんですけれども、これはどう見ましても要するに、この慈善運動ということになってまいりますし、大臣がですね、もし、この方が、当選したら私も、バックアップしますというようなことをやっていくと、利益供与をほのめかすような文書になる。これはもう法的にですね、公職選挙法違反の、疑いが非常に強いわけですよね。でこれにサインしてしまったと。で大臣自身は大臣サインした覚えないんだと、いくつかの書類の中でやりましたけれども、私中身見てなかったからと。でそういうことなら書かなかったんだけどなというようなことの説明をされていましたけれども、それはちょっとないでしょうというんですね。でこれは大臣以前に、まあ事務方の方のですね、整理がこんなものを大臣に署名させちゃダメだというのは誰が見てもわかるんですから、やっとくべきだったんですが、いずれにしてもしてしまったんですよ。でこれは、いわゆる、民間の話でもそうですけれども、署名したりですね、判を押したりする、でこれは物を借りたりですね、保証人になったりするときもそうですけれども、そういう形で自分が自らサインや署名をしておいて、知らなかったから自分には責任はないと、借金も返しませんし保証人の責務も負いませんでは通らないでしょう。これはもう当たり前の話でして、そんな目くら場にはですね、目くらサインをすること自体がやっぱり、責任ある立場としてはいかがなものかというか、もうありえないんですね。ですから残念ですが、前田さんもですね、辞めていただかなくてはならない、こういうことであったわけです。従いましてこの2人の大臣につきましてはですね、残念ながら辞めてもらうほかないわけで、でもっと言っていくと、どうしてこういう方々を大臣に任命してきたんだと。特に田中直樹さんのような方をですね、この防衛大臣に、今のこの一番安全保障の難しい時代に任命すること自体、誰が考えてもありえないわけです。従いまして、これはですね、もう、この野田総理の、任命責任と言いますか、野田総理の総理としての資質に欠けるということが、これでも証明されますし、現にですね、これ今まで、問責がですね、民主党政権になって6人目なんですが、最初はですね、いわゆるこの、菅政権の時代に、この、例の戦国官房長官ですね、それから、この馬淵国交大臣。で、この方が問責決議を受けました。で、これはもうその後すぐ変えて新しい大臣体制になったんですが、この野田政権になってはですよ、もうその前年末に皆さん方忘れておられるかもしれませんが、市川防衛大臣、この方は素人だということで、自らですね、防衛政策には素人だと。だが、私が素人がなることがシビリアンコントロールだというですね、わけのわからないことを言って、問責されることになってしまった。それから山岡、大臣につきましては、マルチ商法疑惑ですね、そういう方が消費者担当の大臣になるということ自体がありえない。でそれがですね、年末にもう2人これ問責で事実上罷免されたわけですね。でそれを変えたら大臣がまた田中直樹さんという防衛政策に対して全く、素人だということをやってくる。そして今回、前田さんはですね、とんでもない、この選挙違反の容疑のかかることにサインをしてしまったということですから、もうこの野田政権というのは、このことを取りましてもね、本当に4人も問責を出される。しかもこれは誰が考えても、ためにするための、政局にするためのですね、この事案じゃなくて、我々もこれもこのままでは国会審議できないじゃないかと。現に予算委員会でも、何回田中さんのために止まってるのかと。また前田大臣に至っては、いくら我々にとってもですね、政策まともな方に持ってくる方だと思っていても、白昼堂々と公職選挙違反をしてしまって知りませんでは、やっぱりこれは示しがつかないわけで。これはもう当然任命責任と、ある任命責任者としてですね、野田総理が責任取らなきゃならない問題なんです。
で、野田さんのですね、論法というのは非常に私はいかがわしい、許せないなと思いますのは、最終的には私に任命責任してるのがありますと、こういうんですね。だから責任があるというんです、何でも。何か事件が起きましたら最終的には我々に責任がありますと。あるんだったらどうするんだって言ったら、一生懸命やることが、責任を果たすことが我々の使命ですと。そういう方向に変えてしまうんですが、責任があると言ったらですね、責任を取るのが政治家の仕事なんですよ。で、実際に仕事をするのは大臣がこの上にいて、その後官僚の諸君たちがですね、仕事をしていきますよ。しかし官僚の最終的なこの不始末なども含めてですね、政治家が責任がある、責任を取があると言った以上は取ることが、つまり自分たちが辞めることによってこの組織を守っていく、行政の実際に仕事をしている役人たちにですね、彼らにもしものことがあったら自分が責任を取るから、あんた方思いっきり正しいと思うことをやりなさいと言って行政が動かせるんですよ。ところが彼らは全く逆さまするわけですね。責任は私にあると言いながら、責任を取れと言えば責任は取らずに自分たちの仕事をするのが責任なんだと。そしてその問題につきましては、例えば前田大臣なんかの場合にはですね、自分にこのサインをさせた秘書を首を切ると。それはもう秘書の首を切るのもいいけれども、その秘書を任命したのもあなたでしょうということですよ。で、こういうふうに結局ですね、責任というものについてですね、自分たちがどういうふうにそれを追っていかなければならないか。で、それを示すことが自分のトップに立つ人間ですから、自分の下にいる役人やですね、に対する示し、それから国民というものに対してですね、信頼関係。だからそこをどういうふうにして示していくかということを全く考えてないんですね。だから野田さんの本当に論法というのはまさにこういう、口では責任はありますと言うけれども取らない。そしてその結果として不道徳がもう本当に毎日日常茶飯となってくる。で、そうするとそういう日常茶飯のことが目の前で次々行われてくるとですよ。もうちょっとしたことでですね、責任取るのが馬鹿らしくなるんですよ。もうあれもこれもみんな勝手なことやってるんだったら、私たちもいいじゃないかと。このことになりかねないんですね。ですからここは、我々はですね、しっかりと、この問題については、我々が、そういうことを、風化させないようにですね、また国民にもですね、どれだけこの不道徳なことをしてるのかと。やっぱそこのけじめをつけることが、政治の信頼回復の第一なんだと。で、そこをやっぱりマスコミがまた報ずるべきですけれども、報じない以上我々がですね、こういうビデオレターなんかで伝えていくか方法はないと思っています。まあ、そういうことで、今日は明日は問責がですね、可決されるでしょうけれども、速やかにこの後ですね、野田総理はこの二人の方々をですね、罷免して新しい大臣を選任していただかなければ限り、議会の国会は開けないというですね、当然の話ですよ。そういうデタラメを我々は許せないと。で、しかし聞くところによりますと、もう本当でしたらね、直ちに変えて、そう変えないとですよ、消費税の議論、彼らもこれを政治生命かけてるというんだから、やるはずなんですけども、実はもうこのままですね、変えないと。そういうことを、この、越石さんたちは言ってるようなんですよ。これなんでかと言いますと、ここがまた本当にずるいんですね。つまり、越石さんたちはですね、消費税なんか何にも議論したくないんですよ。で、要するに野田さんがそういうことを言ってるけれども、自分たちが命かけると言ってるけれども、越石さん何とも思ってない。で、もっと言うと、この4月のですね、26日ですね、この日に、小沢さんの、この有罪か無罪かの判決が出るというふうに言われてますね。で、そうすると、この方が有罪になるか無罪になるかによって、消費税に対する、この党の態度がですね、一変してしまう可能性もある。だからそれまでの間、早く書いてですね、議論するよりももう、これ連休がですね、来週、なりましたら後半から連休に入ってしまうから、いっそのことですね、連休を明けてしまうまでの間はですね、ほっといたらいいじゃないかと。小沢さんの様子も見ようと。なんてことを考えている節がある。で、そうなると結局は、もう審議期間がですね、それだけで2、3週間飛んじゃいますから。結局、彼らは消費税すらですね、これだけ騒がしておきながら唐突に提案して、全く審議するつもりもないということですよ。ですから、このこともぜひ皆さん方、彼らがどういう対応するか、
注視をしていただきたいと思います。いずれにいたしましても、こんなデタラメな内閣はもうこれ以上容認することはできない。二人の大臣に対して問責出しましたけれども、もう早晩、野田総理そのものに対してですね、我々は問責を出す。そのことを皆さん方に宣言いたしまして、本日のビデオレター終わります。本日もご覧いただきましてありがとうございました。